はいどうも、はしおチャンネルです。改めまして、明けましておめでとうございます。なんで今更そんなこと言ってるのかっていうのはですね、今日1月12日、年末年始の出張から帰ってきましてですね、今日の9時ぐらいに群馬に着きまして、初関東、初群馬ということで、年変わってから初めて群馬帰ってきました。というのも、去年の12月31の夜にですね、出発して、田口スポーツから始まり、いろいろ撮影してきまして、今日帰ってきたんで、多分これからいろんなコラボ動画が上がっていくと思うんですが、一応、バットは持ってったんですよ。出張に。まあ、時間を見つけて素振りとかやってたんですけど、やっぱり全然野球の時間を取れてなかったので、もう今日はですね、今週末、早速試合がありますので、今年ちょっとディッカーズ大会を結構増やしていく。大会に出場を増やしていくってことで、バッティングセンターで、これから、この2週間前から来るボールを打ってないので、練習の方をしっかりとしていこうかなというふうに思います。2週間前から来るボール打たないって相当自分ないので、かなりずれてると思うんですよね。っていうので、この不安をなくしてから、出張終わり寝るというのでやっていこうかなというふうに思います。バッティングセンター今お客さん誰もいないので、貸し切りでやっていきます。時刻は10時39分です。行きましょう。はい、というわけで早速打っていくんですけど、ちょっとお客さんいないので、ちょっとゆっくりやっていきます。オキティは、ここでワンコインでレンタルできるんですよね。なので、最初オキティでちょっと慣らしていかないと、もうオキティも2週間やってないんで、それからマシンを打っていきます。今日は木製の軟式バットの前紹介した源田選手モデルでやっていきます。これは普通に一般の方もレンタルできるんで、このバッティングセンターこういうのもできます。別に他の地方が嫌いなわけじゃないんですけど、やっぱ群馬は落ち着きますね、自分は。夜でもこうやってロングティーできるのはめちゃくちゃ助かりますね。このシステムできたん半年ぐらい前なんですけど、夜ロングティーできるってめちゃくちゃいいですね。ちなみにここで打ったホームランはもちろんカウントはされません。普通にマシンから来たやつを打たないとホームランカウントされないです。高めいきましょう。高め今のは関係ないです。これは放送事故ですね。じゃあ久々なんでまず110からいきます。結構このバス戦かなり久々ですね。よいしょ。はい、というわけで早速見ていきましょう。最初は木製バットを使ってますね。これ軟式木製で 800g のやつです。最初はバントから入っていくんですけど、基本的に試合でもバントを結構するケースが多いので、バス戦でも普通に何球もバントします。でこの木製特有のしなりをちょっと使って手打ちにならないようにっていうのを意識してやってるつもりなんですけどね、最初は。ただやっぱりズレありますね。めっちゃ久々ですね、マジで。この木製特有のしなりを使って最初は振っていく、手打ちにならないのしたいんですけど、やっぱどうしてもこの前から来るボールを打ってなかったんで、そのズレっていうのは結構感じました。いい打球と悪い打球結構はっきりするんですよね。ちょっとこう泳いだりしてる時もありますね。これ1打席目は普通に気持ちよく振るっていうので、あんま考えずに振りました。とりあえず前から来るボールを打つということで、はい、でそしたら、試合では木製自分使わないんで、軟式の場合は、ウレタンバット使うんで、その後ウレタンバットも使って実際に打っていきます。でスピードもいつも自分120を打ってますんで、バス戦では120に変えて打っていきます。で今度はウレタンはですねしならないんですよ、木製と比べて。なので結構ヒットが出やすいんですよね。その辺もちょっと感じながら打っていくんですけど、やっぱりその辺の誤差は結構感じました。ヘッドの返すタイミング早く返りがちなんで、もうちょっと本当は返さない方がいいんですけど、ちょっとこの最初の1打席目2打席目ぐらいは全然ダメですね。ヘッドが返っちゃってるというか、はい、本当は試合だったらもう返すつもりはないんですけど、その辺もちょっと2週間実践というか練習してなかったんで、それもちょっと感じました。スイングが遅いとかじゃなくて、まずその前から来るボールに合わせられてないって感じですね。はい、ちょっとまあズレは感じてます。まだいい打球も悪い打球も結構はっきり分かれちゃうんですよね。はい、そんな感じでその後何ゲームか打ちまして、 4,5 ゲームぐらい自分打って、最後の最後でとあることを気づきましたので、最後ちょっとこれお話ししていきます。この前から来るボールに対してやっぱ素振りと違うんですよ。素振りって自分のスイングをできるんですけど、前から来るボールはちょっとやっぱどうしても合わせにいってしまうことが多いと思うんですけど、多分動作が入ると思います。ちょっとこの後ご覧ください。打っていく中で、下半身の動きとかはとりあえずいいとして、ボールの見方なんですよね。ボールの見方が素振りとちょっと違うのがこの後多分やると思うんですけど、ご覧ください。これですね、今やったやつ。後ろの目を使ってなかったんですよ、これまでのゲームが。なので後ろの目を使って打つことによってボールがかなり見やすくなりました。この両目で見るってやつ、これちょっと素振りだとなかなか意識できなかったんで、それをですねこの最後の最後で分かりましたんで、打球が良くなりましたね。ヘッドの返すタイミングちょっと遅れました、最初よりも。っていうので、この左目で見る、両目で見るっていうのが、これは2週間の中で体が勝手に忘れてしまったことなんで、ちょっとこれを思い出せたのは良かったですね、1日で。っていうのでバス転打ってきました。はい、というわけで翌日、やはりですねバッティングとかってあまり練習しなくても感覚ずれない人、いると思うんですけど、今回遠征で分かったのはですね、やっぱ自分の場合は2週間も空いてしまうともうかなり狂うということでですね、今年もしっかり平日の夜とかに時間を見つけて自主練をしていこうかなというふうに思います。打てる人は打ててしまうんですけど、自分はそんなにこの毎週土曜日バッて打てるバッターじゃないんで、その辺もですね改めて分かりました。というわけで感覚のズレとか1月下旬でしっかり取り戻して、また今年1年頑張っていこうかなというふうに思います。というわけで自分に合うのを見つけて頑張っていきましょう。というわけで本日はバッティングセンターの動画でした。今日のはじめちゃんの以上です。よりよっしゃ。そして1月のプレゼント企画、田口スポーツで購入した野球道具詰め合わせセットを1名様にプレゼントします。手袋、パンチャー、オイル、ドラゴンボール、カレンダー、プロティオス、ヤバタントートバッグをまとめて1名様にプレゼントします。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募お待ちしております。そして自分らが監修している GS シリーズのグッズも販売されております。グローブ、スパイク、T シャツなど動画の概要欄から購入できますので、ぜひチェックしてみてください。夏に合わせた T シャツも販売されてますので、ぜひよろしくお願いします。詳細はモンタナスポーツさんのホームページからチェックしてみてください。おーりよっしゃ。